こんにちは。今日ね、マリオメーカーやっていこうかなと思いますわ。で、これなんかコースメーカー鍵を取り合いトーナメントバトルなんだよね。だから俺、あれだ、マリオと鍵取り合いっぽいわ。あのさ、俺さ、で、ここの鍵取んのか。ちっ！うわぁ！で、俺昨日さ、これあれか、とりあえず足場車で耐えんのか。なるほどね。絶対鍵渡さない。俺昨日さ、昨日さ、俺、昨日、鬼滅の刃の映画、いやいやね、あいた！鬼滅の刃のさ、うえい、映画見に行ったんだよね。で、俺、夜の9時に見に行ったのよ。夜の9時に行ったけど、普通に人いた。あの、映画の席ね、半分は埋まってたからね。ああもう、うわ、死にたくない！いや、これ間に合うかもしれん！わ、ちょ、はぐざ、このブロック。いや、これワンチャン間に合うかもしれん！あ、終わった。あのね、鬼滅ね、マジで人がすごかった。俺8時にチケット取りに行ったのよ。8時とか、マリオ？マリオ？ね、押すスイッチ押して。ね、マリオ？多分それ貼ってな。押すなよ。それ押したら絶対俺ら死ぬだろ。お前マジ押すなよ。ね、本当にね、もう早く、あ、これあれか。記録困ってあげてんのか。あ、でもギブアップしたから早く音スイッチ押して。ねえ。ねえ。はぁーてんめこのクソ。どこまで話したっけ？しかもこれ1の1だし。あのね、8時にね、チケット取り行ったんすよ。その時マジ人混みやばくて、小池百合子都知事が見たら多分ブチ切れるぐらいの人がいたんだよ。うわ。いや、これあれでしょ？あ、これ知ってるわ。これ初期の1の1だ。これ多分もう最初期のやつでしょ。で、これは何？これ多分あれかな？いろんな1の1やらされるのかな？で、鬼滅もね、めちゃくちゃかっこよくて、これ多分ドカンだ。して、これ、煉獄さんがもうめちゃくちゃかっこ、うわー、ちょ、それ俺欲しかった。煉獄さんがもう、うわ、これドカンだ。これマジで煉獄さんがかっこよすぎて。ちょ、これもう終わったわ。負けてないわ、まだ。いや、もう終わったかと思いましたけど。いや、まだいけるわ。これ多分上に。まだある。まだある。いける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 。いや、いける。でね、俺ちょっとね、超秘宝があるんですけど、昨日ね、鬼滅の映画見終わったらもう11時過ぎだったんですよ。で、俺未成年だったんですよ。帰ってる途中で補導受けました。マジで昨日クソだった。みんなも気をつけてほしいんだけど、鬼滅の映画の近くでね、警察官が待ってるんだよ。俺、ちょうどそこ帰ってる時にね、見つかって、思いっきり補導受けました。だからみんなもね、鬼滅の映画見て帰る時はね、警察官にね、気をつけてください。そういえばね、俺ね、動画外でレートね、80ぐらい溶かしたんだよね。だから俺今 S 帯にいるんすよね。だからちょっと今日はね、この動画で、はぁ、もうお前ちょっとブレーキかけろや。もう今日 S プラス行きたいんだけどさ、もう行ける気がしないんだよな、マジで。さ、上の土管、マジ入りづらくない？マジ上の土管消してほしい。いらねえよ、ニンテド。いや、もうこれ勝てないよな。いや、勝ちてえな、俺マジで。S プラスに返り咲きたいけど、中間からまだ半分。これ、はい。いける、いける、キロピコが落ちればいける。え、上、これ、いや、ドカン、いや、もう無理だ、無理だ、無理だ。いや、もう、どうしよう。頼む、なんか、神様、仏様、なんか、どうにかしてください、マジで。頼む、頼む、頼む、頼む。いや、もう、いや、もう無理かな。いや、もう無理だよな。はい、カット。これね、コース名がプロペラ回せ、なんちゃらかんちゃらだったんで、ちょっと先導取りたいですよね。これ、プロペラマリオ取ったもん勝ちなんですよ。もう、この先に、いや、プロペラマリオのハテナブロックがあるから、これ取ったもん勝ちなんだよ。しゃー、まあまあまあ、いいよ、いいよ、押せ。タル、出してくれ。いや、俺押すわ、じゃあ。ちょ、はぁ、あ、おーねねこの SS！ あいつ、俺覚えてるぞ、お前、この前煽ってやつだろ。あれ、ねねこの SS 誰だっけ？確かマリオだったよな。どうする？いや、もうここは一回もういいや。じゃあ、ねねこの SS に S プラスの威厳ってものを見せてやるわ、マジで。お前みたいなクソザコにな、S プラスが負けないんだよ、マジで。この前負けたのは偶然なんだよ。一回ここで相手に取るわ。もう絶対これ勝つから、マジで。ねねころんだけはもう絶対待たない。もうあいつだけはもうゴールはしない。いや、もういっそのこと、ゴール前であいつだけ殺してゴールするっていうのもありだけど、まあさすがに俺もね、そこまで鬼じゃないから、もうゴール待ちしないで、あいつのレート溶かすっていう、もうそれだけでいいや。とりあえずお前、ルイージさ、邪魔なんだけど君。は、はぁ、もうなんでこのことっすね。マルチプレイヤーバーサスだって。これね、上のキノピコがさ、さっきのネネコの SS なんだよね。だからちょっと、S プラスの強さっていうのをこいつに教えてやりたいんだよ。ちょ、こんな英語時に俺負けないから。あ、ねえ、見て。おいっしゃい。ネネコのザワミロ。ニュースーパーマリオブラザーズ U の1の1だって。で、これ50コイン3枚取ってからゴールなんですよね。で、この50コインあれでしょ。スターコインでしょ。だからこれは、ちょ、取りながら行くわ。
なんか、土管浮いてますよ。これね、あと、スターコインどこにある？俺知らねえわ、ニュースーパーマリオブラザーズ U の1の1のスターコインの場所なんて。わかんないから、君たち取ってきてくんない？俺、とりあえずゴールまで行くからさ、とりあえず君たちにスターコイン取ってきてほしい。あれ、もうゴール。え、じゃあスターコインどこ？え、これスターコインどこにある？うーわ、ちょっと待って、プロペラめっちゃ欲しい。いや、ちょ、これ、どうする？いや、これ、プロペラー！いや、むしろいらなくね？プロペラあったら逆にパクりづらいけど。いや、でも、このキルピコが、あれ、条件持った状態で、プロペラボーンしたら俺死ぬんすよ。だから、ちょ、これはもうプロペラ取るしかないっすね。いや、これは俺、あれだ。自分で条件取り行くわ。これ、プロペラだから、条件取ったら強いよ。ていうかさ、これ、ここにとりあえず1枚あるのは分かったんだよ。これで、あれ、条件、あやばいかも、ちょっと、うわ入れねえ。いや、これ終わったかもしれん。いや、終わってないわ。はい、これ、ルイジ出てくるでしょ。おいで、早く。おい、おいで。おい、おい、ガキンチョ、はい、来い。ぶっ殺してやる。はい。ここ出てきたらもう俺の勝ちね。これ、プロ、あ、やべ。あ、いるわ、まだいるわ、ルイジいるわ、あいつ、バカだ、バカだ、バカだ。これもう勝ったわ、絶対。なんで今、パクれなかったの？ねえ、ねえ、ねえ、おかしいって。ちょ、これはどうしよう。これ、どうやってパクろう。な、みんな考えてくれ。どうしよう、俺どうしよう。本当にどうすればいい。いや、いや、これあいつがビヨーンでくるくるって落ちてきたタイミング狙うしかないな。いや、もう無理だ。いや、ここ、いや、やめろやめろ、うわー、なんかね、これコース名がね、なんかバグコースがなんちゃらかんちゃらっつってたんだよね。うえー、残念。おー、来ました、3対1のマルチプレイヤー VS ね。これ俺上行くわ。俺さ、一人用の方行ってみたかったんだよね、一回でも。俺今までずっと3人の方行ってたからさ。で、これどういう感じなんだろう。ちょ、マジで、お前ら俺のこと殺せると思うなよ。あー、なるほどね。うわ、しかもこれあれか。マリオたち見えないのか。めっちゃ怖い。これどうする？あ、ここで行けばいいよ。え、これ余裕じゃない？ねえ、これめっちゃ簡単じゃね？やばいねえ、ちょ、どうしよう、マジで。頼む、ね、どいて、ちょっと本当に。ねえ、お前ら一回落ち着け、本当に。な、頼む、頼む、な、本当にやめてくれ。本当に、本当に、もう行くよ、俺ね、本当にやめて。ね、マリオ、本当にお前、動き危ない。うん、残念でした。よっしゃ、これ行けば、これ勝てる。ごめん、ごめん、本当にごめん、本当にごめん、本当にごめん。今までのこと詫びるから、本当に許しくんない。ねえ、もうこれ無理だろう、マジで。いや、これ、しゃがみジャンプで、これワンチャン越せるから、行くよ。はい、残念、はい、残念、早く逃げ切ろうぜ。これ、早く逃げ切ろうぜ。ぎゅ、ほ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 、生きる、生きる、生きる。これはダメ、これは無理でしょ。ねえ、これはちょっと無理でしょ。はあ、これどうやっていけばいいんだよな、ニンテンドー。頼む、一回一回落ち着こう、一回落ち着こう。これ無理だから、絶対俺死ぬから。これ一回落ち着こう。ちょ、これあれだ、キノピコが押し切った瞬間行くわ。こいつらバカだから、こいつら協力性ってものがない。こいつら協力する気一切ない。早く早く、お前らちょ、一回止まれ、一回止まれ、止まれね、止まれ、止まれ、頼むから。オッケーオッケー。いや、いや、これさ、ここで家に押されたら俺負けなんだよね。どうする？頼む、マリオ来て、で、頼む、助けてください。すいませんでした、本当に。すいませんでした。もうここ飛んなきゃよかったわ。で、これどうするわ、ねえ、これクソだろ、このコースの設計。これ確実に負けるじゃん。なあ。キラピコ、お前もう疲れただろ、指。一回、一回落ち着きな。一回落ち着け。休め、休め。休め、バカ、休め、本当に。俺死ぬんだよ、ボケが。はあ、もう、なんか来たんですけど、ヒゲのおじさんが。え、なんで？これ分かった。あいつ何するか分かった。多分あいつゴール条件持って逃げるんだよ。あっち行くんだよ、3人用の方。だから俺も行くわ、今から。あ、違ったわ。今目の前でマリオが死んでた。やばい、多分この先ね、ゴールなんですよ。あの、土管もあると思う。で、この先ルイージが、あの、ヒップドロップしてゴール条件奪おうとして。このコースからは、クソコースの匂いがする。いや、もうこれコース目思いっきりクソコースでしたもん。もうこれはやるしかない。これはもう俺炎の呼吸でぶった切るわ、こいつらのこと。ね、この先まあゴールってことはないんですよ。でね、この先どうせクソコースをね、あの、予感させる、どうせしょうもない変なギミックが出てくると思うんですけど、ね、止めとか長すぎまで話もたない。で、頼むからもういいよ。もうこの先ゴールってのだけはやめてくれ、頼むから。うわね、ちょっとこれ見てよ。これあれじゃん。これ公式のさ、あの、スカイシップコースじゃね？ちょっと取らして。いやー、ちょっとずるいな、そのさ。いや、これ絶対公式のあれだから。あ、ほら、やっぱり。ちょ、なんかみんなずるくねえ。なんでみんなスター持ってるの？ちょ、ずるくないっすか、なんか。ちょ、これ俺もう負けただろ。いや、このコースもう勝てないな。これオートスクロールだったらワンチャンあったけど。いや、ここワンチャン。いや、ここワンチャンかけて俺キノコ取っていくわ。は、お前落ちてんだよ、キノコマジで。いや、こいつらが、
落ちたり死んだりしてくれれば、まだ勝てる。まだ勝てるから、本当にお願いします。本当に俺のこと悲しくなりまして。あ、今、キノピコの影消えた。これ、キノピコ死んだ。これ、あとルイスだけ。ラグイ、ラグイ。いや、お前、チビだから、これ、終わっちゃう。終わっちゃう。終わっちゃう。ラグイ、ラグイ。誰誰ゴール、ゴール、ゴール、ゴール。はーい。え、あ、これ、土管入るんだ。あ、じゃあ、あれか。キノピコちゃんは土管入ってるか。なるほどね。なるほどね。ここでボスやんのか。ルイージ死んだらざまあみろ。これもう鍵入ったらもうゴールみたいなもんだから、ここは慎重に、丁寧に、ゆっくりゆっくり。お疲れ様で。キノコ、キノコ、な、は、は、お前おかしいだろ、それは死ね。うわぁ、もう、いや、頼む頼む、ドカン入んなきゃいけないけど、まだ、まだこれ扉入ってた。あ、ちょっと待って、無理。いや、これ違うね。ちょっと言っとくね。これドカン出た後、左、あのね、気づけばレートが4897まで落ちてたんだよね。で、これヨッシー乗ったまんまゴールなんだよね。はい、僕乗りました。ありがとうございます。いや、これあれだろ。ヨッシーに乗ったまんまゴールって赤ヨッシーでも OK なの？お前らヨッシー持ってないだろ。残念だったらこの先何？いける。これ右行ってればいける。これ勝てる。これ勝てる。マジで俺今レート4800いってるから、もうとりあえず4900まで行きたいっすよ。いやー、ちょっと、よいしょか。はい、残念でした。これも勝ったわ。絶対勝ったわ。ただこれもうクソコースなんだよね、どう見ても。もうクソコースの匂いしかしないもん。もうこれとりあえずあれだね。もうひたすら右行くか。うわあ！え、これどうやって行くの？ねえ、ねえ、みんなこれどうやって行くの？え、これどうやって行くの？ねえ、みんな、みんなこれどうしよう？しっ、しっ、あ、みんなどうしよう、これ。これ誰かに押してもらわないと俺死ぬわ。いやもうこれは、いやもうこれ無理だから、どっかに行くわ。しゃあねえ。あ？どこすら入らないんだけど。ねえ、ちょっと待って。いや、マジで。うわーねー、もう最悪なんだけど。いやもうこれあれだ。ここにヨッシー持ってきたやつのパクるしかねえ。頼むみんな、持ってきてくれヨッシー。なんだお前。うわ、来た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 。いやー来ました、いらっしゃー。あのね、これ大丈夫、これ大丈夫。今みんな誰もヨッシー持ってないから。あのルイージ落ちちゃったから。これまだワンチャンあるよ。ワンチャンある。多分あの検問してたやつらも、多分今スタートからやり直したんだろうな。で、これ俺先頭取ってる。で、今のさ、とこさ、あそこのさ、下の方の隙間さ、あれ、いけるかな？あれ、しゃがみでギリいけるかな？まあ、ちょっと試してみるよ。はい、来ました、はい、来ました。こっから、ここしゃがみでスッ！いやー、ちょ、これ誰か、いや、押してくんない？いや、でも無理だよね、さすがに。ごめん、ごめん、そこでヒップしないで、俺の条件が消えるから。で、これどうするよ？これ土管入りたいんだけどさ、これ違うんだよ。これみんな違う、そっちヒップする、あー！はあ。